はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日もですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、冬バテ対策ということでお届けしていきたいと思います。はい、まあね、最近ね、僕のところにコメント来た方がなんか冬バテみたいな感じでっていうですね、コメントいただいたんですよね。僕それ見た時にね、冬バテ、夏バテと間違えてんのかなと思ってですね、ネット調べたら冬バテってあったんですよね。僕もびっくりしました。あ、冬バテっていう言葉あるんだと思ってですね、僕もいろいろ調べていくとですね、寝つきが悪いとかですね、頭痛が出るとか、体がだるいとかですね、やる気が出ないとかですね、冬バテよりも夏バテと一緒やんと思いながらですね、見てたんですけども、まあ僕ね、夏バテとかね、冬バテっていうのもね、勉強になったんですけども、僕が思うにはですね、やっぱりこの気温の寒暖差、寒いのと暑いのがですね、もうぐっちゃぐちゃになってるとかですね、急激に寒くなったりとかですね、体がついていかないんですよね。春先にもとった気象病にも近いと思うんですけども、自律神経というのがですね、乱れてしまうんですよ。自律神経が乱れてしまうとですね、体がだるい、眠たい、寝ても疲れが取れない、頭痛が出るとかですね、そういうやる気が出ないもそうなんですけども、そういうので自律神経のその乱れが、一番の要因かなと僕は思います。で、僕もね、自律神経を整えるセルフケアということでいろいろ配信してるんですけども、まあ、それも復習も兼ねた形でね、ちょっとやっていきたいなと思います。で、僕のですね、動画はですね、誰にも簡単にできて効果が確実に出て、楽しんでしてもらえるっていうのがですね、僕のコンセプトの中にあるんですよ。やっぱりね、僕自身がですね、楽しくないと続かないっていう人間なんで、もう元祖三日坊主男みたいなもんですよ、セルフケアとかもね。この YouTube ですらですね、続かなかった人間ですから、よう頑張ってんなみたいな感じですけど、今頑張ってるっていうかね、もうこれ楽しんでるんでね、配信してるんですけども、やっぱりそういうもんなんですね。やっぱりこう楽しんでやらないと続かないってものなんですよ。僕もこの間の動画でも言いましたけども、やっぱりその宿題とか勉強とかもね、やらされててね、続かないじゃないですか。ろくな成績を収めれなかったんですよね。それってもう無理やりこう強制的にやったりとか、こうもうなんか脅迫観念に近いようなですね、学校の勉強とかでですね、させられてたから続かなかったんですけど、自分で楽しんでやったらですね、めちゃめちゃ続くんですよ。なので今回もね、その冬バテの方もう必見です。楽しんで冬バテを解消しようじゃないかということでですね、お届けしていきたいと思います。でですね、今回はこの赤い方、赤の炭酸性ですので、これを使っていきたいと思います。で、僕はですね、白と赤使い分けているのはですね、まあ、お顔にかけるときは白、まあ、プラセンタ、ビタミン C 誘導体、ヒアロン酸が入ってます。で、赤の方は、ね、メントールっていうのが入ってるんですけど、まあ、炭酸が入ってます。で、あとはね、メントールですね、先ほど言いましたね、ヒアロン酸が入ってるんですけども、顔以外のところはこちらもかけてもらってもいいんですけども、もちろんですね、顔以外のところ、これもこちらもかけてもらって全然問題ないです。ただ、赤も使えますよっていう意味で僕はね、お届けしてるんですけども、全くもってですね、白をかけてもらっても全然問題ないです。ただ、もっともっと綺麗になりたいとか、シワを消したい、シミを消したいという場合は白の方がいいかなと思うので、自律神経とかですね、ちょっと顔にかけるんじゃなくて、首とかね、頭のてっぺんにかけるんで、まあ、赤でもいいかなって感じなんですけども、やっていきたいと思います。じゃあ、頭のてっぺん、こんな感じで、はい、かけて、次、首。はい、で、僕はですね、まあ、自律神経というとですね、この首周りですね、頭のてっぺんから首周りをですね、緩めていくっていうのが僕のね、コンセプトなんですよ。なぜかというとですね、自律神経っていうのを乱れるとですね、この中枢からですね、こう骨盤にかけてですね、やっぱこの神経があるじゃないですか。これがですね、やっぱこのうまく信号が、スイッチのイン、オンオフやね、オンオフがですね、うまく入らないときなんとことなんですね。で、そこを整えるのはやっぱこの首の、やっぱこの脳みそがあってですね、この頸椎っていうのがあってですね、ここの、言えばこの神経とか血液が流れてるところを一番やっぱりこの整えてあげる、温めてあげるっていうのが僕のポイントです。で、温めるっていうのは手でこうやってもいいんですけども、まず炭酸で血流を良くする、そこからやっていただけたらですね、効果出るっていうことなんですね。で、まあ冬バテの方、自律神経とかでですね、こう寝不足かな、ちょっとしんどいなという方は寝る前にこうかけていただく、まあ、僕前の動画も撮ったんですけども、寝る前のルーティンということで、こうスプレーをシュッとかけてから寝ていただくっていうのも僕おすすめです。で、今回はこの冬バテ対策ということなんで、この首の甲にかけた後に、自分でですね、まあ、こういう感じですね、こんな感じで、ちょっと首をね、柔らかくするような感じ、結構これだけでもね、気持ちいいんですよ。で、僕もね、なんか疲れたな、ちょっとなんかこう、自分の気持ちがですね、ちょっとイライラ、
あちょっとこうなんかイライラするかなみたいな気持ちになった時、ちょっと首をこう押さえる、まあ、これもルーティーンにしてるんですね。あの結構僕ぐらいまで達人になるとですね、自分の感情がですね、あちょっとイラってしてるかなとかですね、分かってくるんですね。そういう時はちょっと自分をこう俯瞰してる感じで見てるんで、あちょっとこれはとか思うとですね、こう頭あの首もそうですし、頭もこういう感じでこう頭皮をね緩めるような感じです。でこういう形をしていくとですね、これリラックスできるんですよね。おそらくなんですけども、これツボがあってですね、頭の上とか首のところに、ここをね温めるとやっぱりね刺激を与えるとですね、自律神経が整うっていうツボがあるんですよ。そういうものをねこう簡単にできるセルフケアなんで、一度試してみてもらえたらなと思います。でこれをするとですね、まあ、自律神経っていうのはなかなかね自分のその気分が乗ってこないじゃないですか。で気温の寒暖差で体調を崩してしまうという方もおられると思うんですね。この季節なんか特に寒くなったり乾燥したりとかですね、結構その、まあ、気持ちもこう落ちてくるっていうのもあるんですけども、まあ、自分でコントロールするためにですね、僕はこのスイッチですね、強制的に人工的にスイッチを作ってるようなものなんですよ。こうかけてかけてちょっとこうルーティンを作ることによって、自分の気持ちが整ったみたいな感じですね、やっていくと僕は効果出やすくなると思います。でよくね例えるんですけども、お相撲さんの塩まくってあるじゃないですか。あれもやっぱりいろいろやっぱり儀式とかあると思うんですけども、僕はお相撲さんのこの塩を投げた時に自分でこうやる気のスイッチというか、これから今から戦うぞっていうスイッチ入れてるんだろうなって思ったりもするんですよね。だそういうことも含めてこういう形でですね、スプレーをかけて、かけてですよ、かけて、これでよし整ったっていうですね、このスイッチを入れるだけでもですね、全然変わってきますんで、僕自身がね結構メンタル浮き沈みがねあった時代もあったんですよ。そういう時もこういうスイッチを自分で入れ替えること、切り替えることをですね作ることによってコントロールできます。コントロールできたらですね、どんどん自分もですね、この免疫性だったりとかこうメンタルも保てるんでね、ぜひ一度ですね、この、冬バテであったりとか気持ちが落ちているとかですね、そういう方はですね、このスプレーを人工的にスイッチと思ってですね、やってみてもらえたらと思います。はい、まあ、こちらのスプレーももちろんいいんですけども、おすすめでございます。また概要欄に、ね、貼っております。でね、なぜこのスプレーがいいかって最後にちょっとお伝えしたいと思うのは、この血液循環を良くするとほぼほぼ体の不調は取れるっていうことがですね、世の中のもう偉い方がですね本を書いたりしてるわけじゃないですか。だから血液の循環を良くすればですね、そういう不調もね緩和していきますので、ぜひね一度試してみてください。はい、まあ、これでですね今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日もこの動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、そのポイントはですね、血液循環にあります。血液循環が良くなれば痛みが消える、血液循環が良くなればしびれも取れるってことなんですよね。あとはですね、血液循環が良くなればシミ、シワ、たるみも改善するということで、お届けしているんですけども、僕もですね、こういった炭酸ミストをかけた施術をしております。そのポイントはですね、毛細血管を拡張させるということなんですね。でその毛細血管をですね拡張させるためにお家で使っていただいているじゃじゃん、この炭酸生体スプレーなんですけども、こちらの方がですね、たくさんの方に使っていただいて好評いただいて本当にありがとうございます。毎日のようにですね、効果が出た、シミが消えた、シワが消えたとかですね、喜びの声を多数いただいているんですけども、まだですねこのスプレーを使われてない方は、僕の概要欄に貼っておりますアンジー久しからの直接購入、Amazon、Yahoo、あと楽天もあるんですけども、そちらの方からも購入できます。あとですね、この僕のチャンネル以外にもですね、痛みの相談室っていうものと炭酸生態チャンネルっていうのが2つありますんで、もしよかったらそちらの方もですね、チャンネル登録をお願いしたいと思います。あと僕のですね、LINE 公式アカウントがあるんですけども、そちらの方からもですね質問や相談をですね受けたまわってますので、よかったらそちらの方もお使いください。はい、まあ、これからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画配信をしていきますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。